ご無沙汰をしております。お久しぶりです。実に1ヶ月ぶりの登場です。グランドニューモールです。さて今回はですね、こちらのマニックパニックのアフターミッドナイトという色をですね、前回ねスモーキーブルージュ2回目入れたと思うんですけど、今回はその2回入れて、だいぶ落ちてしまったと思うんですけど色がね、そこにこちらのアフターミッドナイトをね入れたらどうなるのかという検証ではないけど検証っぽい動画をやっていきたいと思います。まあね、ここら辺に貼っとこうと思うんですけど、入れるとねちょっとミスったのがね、ショッキングブルーの方が僕好みだったのね、忘れててしくじってねこのアフターミッドナイト買っちゃったんですけど、ちょっと怖いのがね、色が海外のコスプレイヤーみたいな色になってしまうんじゃないかなっていう恐怖がねちらほらとあるんですけど、まあそこは運に任せてね、まあ、うまくいってくれればいいんじゃないかなというふうに思いながらやっていこうと思います。アフターミッドナイトどうぞ。はい、ということでね、半分だけ入れてみたんですけど、このようになりました。完全にどっからどう見てもね、青とは言えないですよね。どう見てもグリーンですよね。緑色です。まあ期待してた色とはちょっと違ったんですけど、コスプレカラーのね、ブルーにはならなかったんで、そこはまあ良かったんじゃないかなと思っております。ということで今回はねスモーキーブルージュを2回入れて、どちらも色落ちした紙にマニックパニックのアフターミッドナイトを入れたらどうなるのかという検証ではないけどそれっぽい動画でした。結果はこんな感じになりました。ということでグランドニューモールでした。ご視聴ありがとうございました。ぜひ次回もまた見てください。 See you next time. クーバー、クーバー6ってあるよね。6、悪魔の数字、秘密結社、ブレイブソンってことなんだよね。ってことだからなんだ、僕は点を置いただけ、その点を線でつなぐのはあなたたちなんだよね。ってこと。君の気持ちはよくわかる。私も今日は多く失った。I am Iron Man. I am Iron Man.